小さい時から格闘技が好きで、15歳の時に矢木道場に入門して本格的に空手を始めました。小さい頃からやんちゃだったもんだから、空手を始めることによって礼儀正しくて精神面も肉体的も鍛えられることが大変素晴らしいことだと思っています。空手はまず礼儀正しくすることと、そして道場訓というのがありまして、そこに、目上を敬い、また後輩を可愛がって、そして鍛錬することによって自分の精神を鍛えていくというところがあって、それがまた社会に貢献していけるのが素晴らしいかというふうに思います。昔は空手というのは非常に武器になりますので、誰にも教えてくれるんじゃなくて、そしてこの教えてもいいというふうな方にしか教えられなかったということです。これは五十流を作った開祖宮城長順先生の教えに、人に打たれず人打たず、ことなきことをもととすることなりと、争いを避けてみんな物事が平穏無事に過ごせるようにするというのが五十流の教えであります。とりあえず最初に25歳の時にブラジル行って、それからオーストラリア、アメリカ、ロシア、イタリア、インドに支部があります。一番古いのはオーストラリアかもしれませんけども、35年になります。そして今アメリカもですね、もう15年、ロシアも14年、そして各国全部、そこにやっぱり素晴らしいリーダーがいらっしゃいますので、彼らはこの国のリーダーとなって世界に空手を広めていける人材だというふうに思っています。空手は終わりはないです。生きてる間ずっと、体が動ける間は僕は練習したいと思っています。生涯空手を継続したいと、続けていきたいというふうに思っています。五十流の正しい方を正しく伝えて世界に普及することが私の最終的な考え方であります。